アタックつくば2021初出展となる、ルバードさん、上岡さんに来ていただきました。はじめまして。はじめまして、上岡です。ちょっと初めて見る、私なんかちょっとまだ知識ないもんで、このルバードさんというこの、ブランド、またこのロゴ、ちょっとご紹介いただきたいなと思うんですが、ちょっと急遽出展をさせていただきました。もともとですね、二輪の方でずっと始めてて、少しずつ4人やりたいなと思ってる中、ちょっとご縁ありまして、今回出展させていただくことになりました。いわゆるつくばってことは TOT、 テイストオブつくばなんかでも、そうですね、二輪の方でいうとテイストオブつくばでは、表彰台乗ってる方、半数近くは多分使っていただいてるとは思うんですけども、はい、こちらは、見た目にエンジンオイル、例えば50とか、この30、いろいろ番手ありますけれども、これ例えばそのマッチングは、もちろん大体メーカー推奨の車種とかあると思うんですけども、ただこういったレベルの、走行になってくるとやっぱりチューナーさんだったりとかいらっしゃるので、そこのチューナーさんと、綿密に話をしながら、その車両に合ったオイルっていうのを作っていくっていう形が多いですね。じゃあもう本当にこうオーダーで、そうですね、ブレンドしていただくみたいな。多いですね。そうですか。これちょっとね、初めて見るブランドなんで、そのいわゆる知名度というか、信頼性というのがちょっとなかなか入ってこないものなんですけど、実際はその、レースフィールドでお使いになったり されてるんですか。そうですね、今ですと、去年は S 帯だったりとか、F4 で使っていただいたりとかしていますね。じゃあもうちょっとよくレーシングカー見ればこのステッカーが貼ってあるわけですね。そうですね、ロゴがね。その他また、こうしてラインナップ見ると、デフ、ミッション、あとブレーキフルードとあるようですけども、この辺特色いかがですか。まずこのルバードっていうブランドなんですけれども、こちらにあるように、絶対保護って書いてますけれども、基本的にはもうエンジンオイルっていうのは守るものだっていうのを大前提として作っております。なので守ってから、攻めると、プロテクトというアタックということで、なるほど、攻めるために守ると、はい、ったことで、チューナーさん、そのエンジン組んだりミッションだったりとか、あとドライバーさんも含めて、安心して走行できるようにっていうのを目的として作っています。なるほど。またちょっといい感じにこうかかってますね、これね。そうですね、我々のちょっと人生かけてるイベントなもんでね。でも本当に、この、オイル関係は、僕らにとってはもう本当に車としては血液なんでね、欠かせないもんですし、例えば、そういうレースフィールドで培った技術をぜひちょっとまたフィードバックしていただいて、いい商品を見せていただきたいと思います。ちなみにこれどちらの、出荷というか、国内生産をしておりまして、で、会社自体は栃木なんですけれども、全国回って、各ショップさんだったりとか問い合わせあった時にはすぐに飛んで行って話をさせてもらって、じゃあ基本的にお買い求めになりたかったら、ショップさんに聞いてみるなり、あるいはホームページ拝見してれば、そこからアクセスできるって感じですかね。そうですね、わかりました。ちょっと上岡さんね、今回急なご出店でしたけども、そうですね、このイベントどうですか。初めて来られたと思うんですけども、実は決まったのが2日前。そうなんですね。で、よくしてもらって、すぐ場所も用意していただきましたし、本当に初めてだったんですけれども、すごいですね。ですよね。引くでしょ。いや、すごい。割と人気なんですよ。ちょっと言い方合ってるか分かんないかもしれないですけど、狂ってます。それで褒め言葉なんで、本当に、はい、そうですね、狂ってますよね。でもやっぱりこういう連中は求めるものがやっぱりちょっと異常なんで、そこにぜひね、こうやって追随していただけるような、そこにちゃんと対応できるようにっていうのは、もちろん技術力としてもありますし、そこはちょっと押していきたいなとは思っております。わかりました。まず二輪で鍛えたルバートさん、これから四輪の方もぐいぐいと来ていただいて、また上岡さん、来年もですね、アタックは開催されますので、多分コロナも吹っ切れてマスク取れてるのを、祈りながら、ぜひまたお越しいただきたいと思います。はい、わかりました。ルバードの、上岡さんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。